スタンドに詰めかけたサポーターの声援で会場はとてもいい雰囲気に包まれています。この時間は名古屋グランパス対横浜 F マリノス、こちらの一戦をお届けいたします。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。北澤さん、361のシステムで今日は来ているようなんですけれども、この3バック、この意図は何なんでしょうか。まあ、相手がワントップ、ツートップでも3人で守りきれるってことですよね。ただワントップになってしまうと少しこう余ってしまう選手がいるので、前に押し出ていくっていうこともしないと、少しこう縦にこうポジションがこうデコボコ感を作るということができた方がいいかなと思いますけどね。ツートップに対しては非常にこうはまりやすいのかなと思いますけどね。あとはサイドのワイドの選手ですね、これがサイドバックに入ってきたりとかするので、まあちょっと守備時の時には5バックになったりとかっていうこともこうスムーズにできれば、守ってからの攻撃っていう形もなりますよね。名古屋のキックオフでスタートです。名古屋グランパス対横浜 F マリノス、シュート、おー、いやー、クリア。このピンチをなんとか出します。これはどうだ、シュート。ディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。一連の流れ、スルーパスを受けてからのシュートでした。やっぱりこういった自分たちの時間帯に得点できるかどうかっていうのは大事になってきますからね。コーナーキックです。上げてくる、どうだ、キーパー、このクリアボール次へつなげたい。大きく縦へ、おー、いい形じゃないですか。アンデルソン・ロペスから水沼、仕掛けるか、さあどうだ、ここは通しません。さあカウンターのチャンスになります。前線へこの長いボール、ここはつながりません。水沼、渡辺、パスでつないで攻め込んでいきます。 F マリノス抜けるか、さあ来たか。名古屋は立ち上がりから果敢に仕掛けてきていますね。もう少し守備的に来るかなと思ったんですけどね、持ち味を出してくれるおかげでゲームの展開としては面白いですよね。これはどうだ、お、これいいでしょ。さあどうだ、来たぞ、これファール、取らないですか、レフリー。危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。ここで受けて上がる、名古屋はアワヤというシーンでしたが、ここはしのぎます。サイドを使います。木田、エウベ、ここで前を抜けるか、クロス、これはクリア、一旦戻します。いいプレッシャー、ルーズボール、さあつながるか、いいボールだ、お、これいいでしょ、どうだ、これは相手選手に当たりコーナーキックになります。イメージは、ショート行きましたね、もうこれいいでしょ、上げてくる、どうだ、名古屋完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。お互いの意図、完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。乗ってきてますし、ただ守ろうっていう形ではないですよね。今なんか攻撃の人数かなりかけてますから、まあ、バランスですよね。このボールに触ります、渡辺。ここまでは両チームとも0対0、時間は前半中盤に差し掛かっています。スルーパスを狙う、いいボールですね。さあ来たか、中に合わせてくるか、どうだ、クロス、ヘディング、このヘッドも決めることができません。まあ決まりはしなかったですけども、サイド攻撃が非常に効いてますよね。クロスに対して必ず飛び込んでくる選手がいますし、しっかり当ててシュートまで持っていきますからね。マリノスが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。コーナーキックになります。さあどうだ、ヘッド、これよく止めましたね。いや素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。 F マリノス決定的とも言えるチャンスのシーンがありました。
エドゥアルド、渡辺、ここは一旦バックパス、大きく縦へのアーチ、いい展開ですね、裏へ届くか、抜けてくる、これはどうだ、シュート、きたー、先制、エフマリノス、いやー素晴らしい、ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。これは一瞬のスペースを見逃さず、プラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。そうですね、これは打つ前のパス交換が綺麗でしたよね。相手ディフェンダーは完全に翻弄されて対応遅れてましたからね。さあ、F マリノス先制ゴールを決めました。1対0、精神的なゆとりを持つことで視野がぐっと広がってきますから、ね、結果的に攻めのリズムっていうものが良くなってきますよね。はい、F マリノスはここクリアで難を逃れます。いきますよ、まだいきますよ、抜けてくる、クロス、どうだ、肉に、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応、コーナーキックです、ボールが上がる、カットまで来た、シーノビー、名古屋、ここはクリアでピンチを出します。いやー、キーパー素晴らしいですね、いい仕事しましたよね。渡辺、サイドを使います。さあ来たか、中に合わせてくるか、ここかわす、もうこれいいでしょ、さあどうだ、いけるか、ここは通しません。さあカウンター、スピードを上げたいところ、いいプレッシャーです。ニクニ、ここで長いホイッスル、前半終了です。前半終え1対0、さあ前半が終わりました。名古屋としては攻守のバランスを取りながら試合を進めてたんですけど、終盤で一瞬の隙を突かれましたね。ただまだ1点差ですから、それほど慌てることはないと思いますけどね。名古屋グランパス対横浜 F マリノス、ではこの後も試合をお楽しみください。後半キックオフです。名古屋としてはまだ時間がありますからね、はい、じっくりと試合を進めていくというのも一つの手だと思いますけどね。これはクリア、ここで受けて、さあどうする、もうこれいいでしょ、どうだこのシュート、ここは抑えました。縦へのボール、さあつながるか、縦へ送る、森島、さあ左サイドへ、いいボールだ、左から上がっていきます、ファーサイド、いいクラ、しっかりと抑えました。エウベル、エウベルから大きくサイドチェンジ、ここはカットします、裏を狙っていきます。F マリノスとしては先ほどからマークする相手に対してあまり近すぎないように距離を保ったポジションを取ってるんでしょうね。なるほど、その意図は何なのでしょうか。まあ裏を取られるのが嫌なんじゃないでしょうかね、うん、ラインを高めに設定してオフサイドトラップ仕掛けるという手もあるんですけども、はい、失敗した時のリスクを考えてこのスペースを消しやり方を選択してるんですよね。もうこれいいでしょ、裏を狙う、シュート、ルーズボールになる、シーハス、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。稲垣、裏へのスリーパス、さあ来たか、いい展開ですね。一旦前を取る、中人数揃っている、これ仕掛けるか、もうこれいいでしょ、どうする、シュート、残ってる、今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。ゆるく狙ったボール、このパスはキーパーへ、このボールをカットします、裏のスペースを狙う、お、いい形じゃないですか、これはどうだ、いいでしょ、シュート、いや、いい位置で奪ってのシュートでした。しかし相手のディフェンスは緩慢なプレーになってしまいました。相手のパスミスからでしたからね、このチャンスをものにしておきたかったんじゃないでしょうかね。
相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をすると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。大きく前線へ、激しいボールの奪い合い、アーチのようなパス、さあ繋がるか、これは繋がりませんでした。上島、長いボールを送ります。ここは通しません。いいプレッシャー、裏のスペースを狙う、さあここでカウンター、いけるか、自分で行く、どうするか、素晴らしいパス、来たか、フリーだ、打った、来た、打った、フランコース、いやこの時間で追いつくことに成功しました。これは見事なカウンターからのフィニッシュ、北澤さんどうご覧になりますか。そうですね、今のカウンターの精度も素晴らしいんですけども、やはり後ろがしっかりしているんで、非常にスムーズに前線に飛び出していけることができるんですよね。守備あってのカウンターっていうのが選手たちに浸透してますからね。先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いや監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるんでしょうね。名古屋同点に持ち込みました。ここまで来るともう技術的な差なんてありませんよね、はい、チーム全員がどれだけ勝ちたいと思っているか、その部分が非常に大きいですね。速いパス回し、ベースを狙った、狙い抜けた、シュート、キーパー、名古屋このビッグチャンスものにできませんでした。両チームともなかなかこうゴールをこじ開けるのは難しい状況ですよね。こういった緊迫した状況は非常に見応えありますよね。いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。スルーパスを出す水沼、これ仕掛けるか、自分で持っていく、上がる、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。惜しい攻撃でしたけどもね、終わっちゃうかな。ここで受けてクロスを入れる、頭だ、いやファインセーブでしたね。いやこれぞ守護神ですよね、素晴らしい反応ですね。大きく蹴り出しましたが、ここで終了のホイッスル、1-1、同点で試合終了です。草澤さん、今日のゲームどうでしたか。前半と後半でお互いに自分たちの時間帯がありましたね。ただ1点ずつしか取れなかったことを考えると、流れの中での効果的な攻めっていうのがそれぞれに足りなかったっていうことでしょうね。はい、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。本日の試合解説に北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。1-1ドローとなりました。